はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。今日もね、香港下がりましたね。373マイナス、まあ上がったり下がったりするんですけど、基本下落基調ですね。で、中国人たちがどん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 逃げ出しているというような記事も出ています。で、日本株のね、ETF が買われたりしてるわけですけども、ブルームバーグに今日こんな記事が出ました。昼の12時43分ですね。中国株再び下落基調、政府当局に一段の支援策求める圧力高まるということで、ヘッドライン2つ。MSCI 中国指数、30日は3営業日続落の方向にあると。当局者にはもっとすべきことがあるというのがコンセンサスチェンジということで、ちょっと本文を読んでいきましょう。結構ブルーバーグはちゃならない。大丈夫。中国株は30日に下落し、MSCI 中国指数は3営業日続落の方向にある。投資家の信頼を回復する上で当局による一段の措置の必要性を浮き彫りにしている。と言うたって中国当局何もせえへんやん。続けます。 MSCI 中国指数は午前中の取引で1位 2% 以上の下げ、先週は景気刺激策への期待に加え、中国人民銀行が預金準備率を引き下げることを発表する中で3日続伸していた。この日は人民銀による追加の金融緩和期待が広がる中、中国10年もの国債利回りは約22年ぶりの低水準まで低下した。フォーサイスバーアジアのアナリストウィーラー・チェン氏は、政策立案者は市場を支援するためにもっとするべきことがあるというのがコンセンサスだと語った。つまりもっと金融緩和せえということですね。香港上場中国株の指標であるハンセン、中国企業株指数 H 株は一時 2.7% 下落。これ12時点の時点で 2.32% の下落でなんとか引けましたね。373。なんかこうですね、相場関係者、中国のですね、株式市場関係者のイライラが伝わってくるような記事ですね。政府はもっとなんとかしてくれよみたいな、そういう感じです。政府はなんかできるっていうことはですね、あんまりないんですね。日本みたいにですね、日本の日銀はですね、ETF を買ってましたね。もうですね、何十兆で買ってるんですよ。で、あれ、ETF ってね、基本的に、トピックスが午前中に 2% 下げた時に買いに出るんですよ。で、1回が700億円でですね、もう大体、20兆ぐらい買うたんちゃうかな。なんかそれくらいではあって、早売れと思うんですけど、今売ったらむっちゃ儲かるんですよ、日銀って。いや、早売ったらいいのにって、売ってる気配ないんですけど。まあ今のね、株価って、それ、なんか下がるという気は一切しないんですよね。今日もですね、結局いくらだったんですか。38円高で終わりましたね。まあちょっと弱かったですけど、でも、今3万6千でしょ。これが例えば3万あるでとかって、そういう感じは全然しないんですよね。どっちかというと先高感の方が強いと思うんですね。今年終わってみたら4万来てたな、みたいな。その可能性の方が高いというような気がします。で、今日も日経新聞を見てますとですね、企業業績なんか見てるんですけど、小松が儲かってるんですよね。小松って建設機械の小松なんですけど、あの系統はですね、業績を下げてるかと思ったんですよ。中国上のいっぱい売ってますから、そうしたら円安で儲かってるんですよ。何やそれみたいな感じですね。だからね、日本企業って今ですね、やっぱ圧倒的にですね、こう、増収増益の方が多いんちゃうかな。そうなってくるとですね、4万円ぐらいは行っても別に何ら不思議はないです。ただね、ちょっと過熱感あるような気がするんですよね。何でもね、ブレるんですよ、マーケットというのは。わーっと上がってって、本来この辺止まったらええのにビューッと上がったりするわけですよ。今の都心の不動産がそうなんですけどね、本来この辺止まったらええのにビューッと上がってて、みたいなところで上がってるのが今の都心なんですね。で、本来この辺やろうというところに必ず降りてくるんですね、そのうち。その降り方が問題でですね、急に降りるとブドーンと降りるでしょ。でも不動産はそういうことはないんですね。
今までそうですね、バブル1990年代のバブル崩壊の時にはですね、ストーンと落ちるような場面が部分的にはありましたけどね、でも割と時間かけてディーって降りてくるわけですよ。千葉県の千葉リーヒルズっていう別名だった別名千葉リーヒルズで、本当はなんとかが丘っていうんですけど、そこなんかですね、かつてバブル時に2億3億で売ってたのが今も900万とかですね、1500万とかで売ってますね。それでもなかなか買い手がつかないっていう、まあだから10分の1ぐらい下がってるんですけど、それは多分ですね、20年以上かけて、30年かな、かけて下がってきたわけであって、カクンカクンと下がってきたと思いますよ、そのうち誰も住まなくなると思いますけどね、成績桜が丘ってありますね、東京に。あれもバブルの時にはですね、2億3億当たり前が今5000万ぐらいまで来てるんじゃないですか、5、6000万まで来てるんじゃないですか。まあ築30年とかになってくるとやっぱしね、土地の値段だけになるんですよね、で豪邸いっぱいになってますよだから都心もね、そのうち下がると思うんですけどね。まあ都心、まあ、まあ不動産を置いといてですね、株価もですね、まあ日経平均は今年はあんまり下がりそうな気はしませんけども、中国の株はね、こう逆にね、上がる材料は何もないですよ。じゃあ当局がね、日本みたいに ETF 買うかったらね、まあそれはできますよ、多分。中国なんか何でもありですから、買えばいいんでしょうけど、あんまりお金ないんですよね、今中国ね。だからね、いつも言うことですけど、日本の場合ね、金がないって言ったらね、どうするかって言ったら国債発行せえって言うわけですよ。臨時国債とかって発行するわけです。で、安倍ちゃんがね、まだ総理大臣やってる時に、あれが来たでしょ、そのコロナが来たでしょ。で、緊急経済対策ってやって、まあ、合計100兆円出したんですよ。第1、第2、第3と3回に分けて、現生ですよ、現金ですよ。もう100兆円出したんですよ。金ないやん、そんな金どこにあるのって話でしょ。国債やん、臨時発行やん。日銀じゃ大蔵省が一番、大蔵省じゃ今財務省か。財務省が超嫌がる国債の臨時発行したわけですよ。で、って100兆円使ったわけですね、3回に分けて、菅内閣まで行きましたけど、ですね、そのあれですよ、中国もです、同じことやればいいわけですよ、人民銀行がですね、政府が国債出してですね、中国国債なんて誰も買いませんから、海外の人は今。で、誰も引き受けないからですね、中国の銀行にですね、無理やり買わせてですね、それを人民銀行が買い取って保管するという形にすればいいわけですよ。日本方式ですよね。そうしたら金はあるわけですよ。そうしたら買えるんですけども、かたくなにそういうことはしませんね、中国は。多分人民元の暴落を恐れているんです。でも日本はそれをやらかしたおかげでですね、ほら円下がってるやん、ほんまに、むちゃくちゃ下がってるやん、ほんまに、どうしてくれんねんこれみたいな世界ですね。円が下がったおかげでですね、どうなってるかというと、僕ら物価高に悩んでんねん、ほんまに、物高だったやん、ほんまに、ということなんですよ。で、中国もやったらええやんと思うんですけど、で、ですね、人々はそれを求めているわけですね。この記事を見ますとそうですね。でも多分中国はですね、今後彼らが何をやるかと言いますと、多分金利を少しだけ下げるんじゃないですか。去年 0.1 を2回下げたんちゃうかな。これもね、そのね、あんまり下げすぎるとね、アメリカとの金利差が開くんですよ。そうすると人民元で持ってるよりドルで持ってた方がええやんという人がですね、人民元を売ってドルを買う動きになるんですね。だからあんまり下げられないんですよ。まあ下げてもいいと思いますけどね。今 3. 点いくつなんですね、きっと。それを 2.5 ぐらいまで下げてもええんちゃうのと僕は思いますけどね。アメリカ今年利下げをするという話で、ヨーロッパも利下げをするという話でですね、だから それにちょっと先かけて下げたらええんちゃうのと。とは思いますけどですね、まあ私のは素人考えでございまして、どうすんのかは知りませんただですね、今猛烈な勢いでですね、中国や香港の株式市場から資金が逃げています。どこに向かっているかというと、その一部は日本に来ているようですね。日本の株式市場に流れ込んでいるようです。その流れがどの程度太いんかっていうのは私にはよう分かりませんけども、まあ、今後ですね、中国の株価がですね、上がる材料がない以上ですね、下落基調は変わらないだろうなとは思います。
このブルームバーグのですね、アドレス一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。